サバ・ハウエルと大幅な戦力補強を行ったジャイアンツ。これで課題とされていた打線の整備は万全。一方、昨シーズン完璧を誇った投手陣は果たして今シーズンも期待していいものなのか。別所の目が光る。今日はまあ3本柱今ピッチング見たんですけど、やっぱり順調に仕上がってるっていう感じですね。まあ、大体 70% ぐらいですか、今の状態ではね。まあ、しかし、まあ、3人が揃っとればまず安泰と言ってもいいんじゃないですかとりあえずはどうやら桑田、牧原、斉藤の3本柱は今年も心配なさそう。そこで別所の目は4番手、5番手の軸となる期待の左腕、川口、天野に向けられた。巨人に移ってどうですか、感じとしては。川口さん、そうですね、本当に、旗からね、見てるよりすごく溶け込めやすいっていうかね、すごく。そうですか。だからもうチームのみんなとも本当に仲良くやってますし、うん、そう、アウンさんどうですか。ここ数年今一つだったもんですから、気分一新するために素晴らしいチームに入れたんで、今非常に毎日充実してます。大体どのぐらい勝ちたい。僕の期待は15勝なんだ。そうですか そうですね、まあ、スタメン的にはね、自信あるんで、とにかく、まあ、今のキャンプで1年間通してできるような体力作りと、まあ、本当に1年間通して働けばね、もう10勝以上必ずできますから、ね、間違いないと思うね。だから本当にコンディション整えて本当にいいキャンプにしたいんですよね。まあ、15とファンの方に約束しててくださいよ。よろしくお願いします。青野さんはどうですか。10、まず2桁。まあ、2桁それできたらいいんですけど、まず本当強力な都心ですから、自分の役割早く見つけてですね、いい仕事したいっていう気持ち。でもやっぱり先発で行くでしょう、当然。したいですけど、お二人とも先発完投型のピッチャーだから、もともとが。まあ、それにやっぱりそういうつもりでやってもらわなきゃ、長嶋監督もせっかくね来てもらった、期待っていうのはなくなるでしょうから。そうですね。ね、長嶋監督が喉から手が出るほど望んでいた左の本格化。左投手陣の層の薄さが唯一の弱点であったジャイアンツにとって、川口、天野の加入が日本一のピッチングスタッフをさらにパワーアップさせることになるはず。それにしても別所さん、今年の巨人投手陣本当にすごいですよね。そうですね、まあ、一言で言って今年の巨人の投手陣っていうのは、まあ、私の見た感じでは非常に安泰かなと。やはりその斉藤、あるいは桑田、あるいは牧原、そういう三本柱が非常に安定しているということ、そこへ持ってきて、先ほど申し上げたように、その左の例えば、川口、阿波野、まあ、並ぶぐらいの今、仕上がりですね。ですけど、私の見た感じは、もう川口は絶対使えると。そうすると、三本柱が四本柱になる、あるいは木田が入れば、今年は五本柱になるんじゃないだろうか。で、今年ひょっとしたら上に上げるかも分かりませんよと堀内コーチを推薦してたのが、今ファームでやってますけど浅野ですね。これを長継ぎにしたいと。それから西山というピッチャーを持ちております。これ球が非常に速いですね。これを抑えに使いたいと。そうすると、まあ、今橋本とかあるいは石毛とかいう抑えがいますけども、まあ、これにプラス西山を加えてくるということになると、まあ今年の巨人の投手陣に関して言うということは、まあ非常に安定してるなと。今もちろんそれはフル活動した場合の話ですけども、まあ、このピッチャーというのはやってみなきゃ分かりませんけども、まあ、現在見た私の感じでは非常に順調にやってるなと、まあ、そういう感じは私はしました。まあ、前しましてもですね、ちょっと他球団から見れば羨ましいピッチングスタッフじゃないでしょうかね。